はい、できました。焼き鳥、塩焼き鳥、タレ焼き鳥。で、ほうぼうさんのお刺身、ほうぼうさんのお味噌汁、ほうぼうさんの内臓のいろんなもの、塩球、トリュフ香る塩球。で、エバグリーンのポテサラとキャベツのサラダ。以上で食べましょう。はい、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯、できました。食べましょう。いただきます。どう？鶏、うん、塩焼き鶏、うん、間違いない。タレ焼き鶏どう？味食べてます。かぼちゃん、うん、タレどう？うん、めっちゃ美味しい。やばい、めっちゃ美味しい。天才やな、たっちゃん。天才やな、俺。やばいな、これはね、お店で出せる。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいで。適当にポンポンポンって入れただけやけどね、見ての通り。で、ほうぼうさんの刺身。うわ、うまい。焼き鳥さんとほうぼうといえば金色のやつ。いきましょう。最近ちょっとお酒ばっかり飲んでね、2日連続やね、今日ね。ちょっと気ぃつけなあかんね。いや、もういろいろと疲れましたわ。今日何も疲れたことしてへんけど、まあ、動画もできてないんだけど、明日も動画あらへんの。どうしようかな、なんか撮るかな、今この後から、まあ、考えよう。ということで、いただきます。うめえ。言うとかなきゃいの。いやー、美味しい。まあ、一日頑張ったし、もう頑張ってんけど、ビールも飲めましょう。あ、焼き鳥美味しい。自分で作ってん、天才ちゃうかってもらう。美味しい。褒めすぎな、これ。褒めてもいいぐらい美味しい。どうな、じゃあ内臓ポン酢いこう。こしにさして打ったらいい。ほんまや、これ打って漏れるで。これトレーニング焼き鳥焼こうってきよう、うん、何すんねん。原料妨害。うん、美味しい。これはええおつまみ。これ今日の弁当の残り。食べたら味がないの。ジェノベーゼ風豚焼肉、美味しかったよ。今日の最終、今年最後のお弁当、めっちゃ美味しかったらしい。今年？うん、もう2年生終わり。2年生の最後のお弁当。今年って言ったから、もう2020年終わり。ちょっと気合い入れてん、今回ちょっと。初の試みだけど、ちょっと気合い入れてん。やっぱり成功。トキオリンピックもらってへんで。トキオリンピック行かれへん。行くか。オリンピック行ったらコロナ前で、うん、当たらんでよかったな、うん、え、行こうかって誘われて、うん、チケット当たったらしい、うんうん、誘われとって意味な、置いていくけどな。置いていく予定やってんけどな。ちょうど、うん、延期するのかな。それとこんだけ混ざってないもん。2枚やもん。陸上のトラックの発生な。もう一回置いてきたいな。真ん中のコートが、うん、何
入ったね。来週も張ってるやつらおって。野球とソフトボールを申し込んだけど、両方とも外れて。友達が当たって。でも、行かない。みんなスタジアム汗とかいっぱい飛ぶやん。横の人とか。夏やろ、うん、やばいやん。あれ夏仕様すぎて冬誰も使えへんやんな。うん。その時連れて行ってな。どっかで遊ばしておこうか思って。東京で。箱やな、結局。日本って。なんで夏仕様なんだ、うん、他のこと頭に入ってへんから。空っぽやん。一人の空っぽやん。四つのことしか頭に入れない。こいつこれ。みんなわざましんとかなんか言うか、ね、追加記憶として、うん、いやお刺身が美味しいわ、いつもよく肉のあれ最悪や全部無理ですもんな、この味付けすぐ作れるから作ったらまだこの。なん今はないから、ね。うまかったな。肉600ぐらいあったな、ね。うん、あれ食べや。納豆。マクマちゃん390。箱の名前。味噌汁も美味しい、今日なんか鶏肉少なかったね、うん、600ぐらいあったんじゃ、そこね、そう、ほとんどなっちゃったんやん、タイで600が多いはずやのに、少ない少ない、なかったよ、やっぱり聞くからなんか自撮り一匹買わな、また行くわ、弁当残り、冷凍のこれ、すごく混ぜる、混ぜちゃおう、味が濃い、うん、むちゃくちゃも濃くはしてないんだよ、入れてきて自分で、自分で入れといて、え、もう、はい、なんでよ、ええよ、ええよ、もうええ、冷めた味濃い、味濃くなるよ、冷めたら濃くなるよ、オリーブ、オリーブはな、かけたん、普通オリーブで焼くやろ、かけたん、火止めてから、オリーブの香りが、オリーブの香りが強いね、オリーブで焼いたらあかんの、オリーブで焼いたらあかん、全く意味ない、意味ない、あのあれがなくなる、風味もなくなるし、オリーブで焼くとあの栄養素が飛んでまうね、全く意味のない食べ物、卵の殻まで食わない、オリーブは生で殻まで、卵は殻まで食わない、卵を殻まで食ったらジャリジャリして美味しない、うん、どうにかで美味しいな、ふえかけジャリジャリするわ、お前にするのかな、で、うん、おいしい、いやおいしい、チン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 、酒飲めやん、ビール飲んでるからやんか、飲めないよ、酒臭い、納豆飲んでる、納豆食べや、平日も休日も飲みやがって、うん、夜ぐらい飲むよ、うん、ご飯あるよ、ほら食べたいけど、おかずない、納豆があるやん、納豆や、なんだよ、納豆そのまま食べんの、気分じゃない、なんかタレで食っとけばいいんじゃん、タレご飯、うん、あー、乗ればいけるな、マジで、見るのがいいな
タレご飯美味しいよ。肉は欲しい。肉美味しいけど。じゃあね。なんでそんなすぐないの？600円でいけると思うんだろうね。あ、めっちゃつまむぎしたけど。え？つまむぎ2切れしかしてないよ。200キロぐらい、300キロぐらい食ったんじゃない？なんで？肉も甘く多いの。うん、お刺身食べへんの？あ、味噌汁飲まないのもなかや。味噌汁飲まなかった。箸いらんよ。いるやろ、混ぜるよ。混ぜやな、あれで。そこ通ってんね。通ればええやん。今日味噌汁も美味しいやろ。ほうぼうの出汁はすごいええ出汁でんね。まず。なんでやん。そのまま味噌で出してくれた方が美味しいかもしれん。出汁が同じねえか人がってがっかりやがっかりですタレご飯してないがっかりポイントで79ぐらい入れるのかよ。え、つけてからこうするってこと。ああ、つけて食べんの。まずい。は？鶏がないとまずいわ。ネバ。これ食べる。皮。いや、これ可愛い。いや、いや、食べてまで。トモ食いやん。鶏可愛い。これは、ホウボウガワ魚食べてない食べたけどめっちゃうまいでホウボウは美味しいでうまいろ悪くない、うん、悪くないジップがすごい出る酒かいた方がいいんじゃんえ？いや、ビールは飲まない工房は高級で取れへんからやろ、うん、安いね390円ぐらいやけどなお店に出たら高いねん美味しいから料亭とか出たらほぼ高いねん調整しやがるわ、うん、美味しいサバ君簡単やほぼはサバ君簡単や、うん、10分かからへんじゃんちゃんとさっさとさばいたらゆっくりさばっか時間かかるけど損やさばけでしょスーパーさばいてもらってアラも持って帰ってんねや全部捨てないでくださいえ全部捨てないでくださいって持っててそうなの、ね、うんまあ、あの蝶とか捨てるけどなホルモンじゃないのうんホルモンじゃない何がホルモンじゃないホルモンやで蝶はもったいない、うん、もったいないよ美味しいもん肝なんか茹でためっちゃ美味しいじゃんホルモンヘルモンちゃん、うん、骨は出汁出るしな最高やで魚は自分で捌くべきやてか捌くも面白いしうーんまずい冬は寒いけど鶏にしか合わないまずい鶏に合うけど飯ちゃうかあこれ食べたやんサラダまあかけたやん柚子ポンゆずぼんじゃば、ゆずドレッシング。もうそれ半額以上で普通に500円ぐらいで売ってるわ。じゃあこうでこうか。それとあれどっちがいい？ジョジョ円だれと。ゆずぽんがいい。ジョジョだれは？ジョジョ。アバちゃんは？アバだれは？長すぎる。
あ、もう電池がないの、メモリがないの、なんか内容マークが出てるわ。ってことでね、キュウリ食べる？何で？いらんの？うまいで？カッパとちゃう。カッパや。うまい。あー、美味しいわ。今日もビールを行ってしまいましたわ。大人はせこいわ。なんで？酒飲めに。飲めに飲んだらいいやん。子供はジュース飲んだら豆乳牛乳入れていいとか言う。あ、ほビールな痛風なんでって言われるやん。痛風なんでって言われるね。そうだ。うん。こんだけあんねん、まだ。子供にできへんだからな、大人になってからして子供は食らうんて、うん、悪いやつ。で、自分はなんちゃらかんちゃらって大人知るかよって、うん、大人はせこいわ。もう大人になりたくないよ。なりたないよ。ピーターパン、ピーターパン、永遠と子供だよ。だからちょ、永遠の13歳。あ、酒飲むね。永遠の13歳。プライドで酒飲むね。うん。大丈夫や。13歳から飲んどったから大丈夫や。最悪やんけ。案外や。うん、大丈夫やんな。何も言われへん。捕まれ。捕まらへん、多分。13歳の頃、10歳ぐらいから飲んどった。最悪やん。ワインな。外国人はな、イタリア人はな、もうな、子供の頃からワイン飲むねって言うて飲んどって。あ、おい、ちゃうやん。日本人はチビやからあかんねん。さあ、せーの、みんな、やかましいわ。イタリア人巨人やね。じゃ、じゃあ、イタリア人ちっちゃい。イタリア人巨人やね。そんな大きないよ。ジョルジョバンがでかいやん。あれ、日本人やんけや。ジョルジョバンは日本人やん。あ、そうな。こすり小さい。あれやん、あの、ならんちゃちっちゃい。やっと食べよ。いやー、贅沢だね。納豆ね。ご飯じゃなくて納豆だけ単体で一人で食べる。あっちゃん家では納豆パックでご飯をつけずに納豆だけ食べるのを贅沢食いって言うんだけど。なんていう情けない。贅沢すぎんな。うん、これがあっちゃん家のね。1パック食えんねんで。1パック食えんねん。3人で1パックやったもんな。3人で1パック食う。伝説やろ。伝説。伝説やで。伝説の納豆話やね、うん。情けないわ。納豆に救われた。納豆。ランボルギーに乗っとんのに納豆一番何アホや。もう笑うよ。笑ったらハゲるで。なんでやねん。お笑い。お笑い見に行くとみんなハゲないか、それ。おかしいね。笑いすぎて焦げてハゲ。メモリいっぱいになった。消し忘れとったよ、昨日の動画。まあ、ええわ。続きの、納豆、まあ、いっぱいまで出んね。納豆はね、170回ぐらいまでね。んで、タレ入れて30回までで、200回までね、トータルで。それがあっちゃんです。何回混ぜるってさ、どれくらいの大きさで混ぜるかにもよるやん。ええねん。ちょびんでいいな。ええねん、ええねん。何でもええねん。適当やこれ。普通に縛られんの。って言うとるけど、ちゃんと混ぜ、なんか数えてないで。あ、ここを。酒も何回も飲むなんじゃない。うん、酒もいっぱい飲むなよ。酒は、あれやね、缶ビール一本でね、そんなもん。青飲まんでね。ジョッキは。ジョッキで飲んだらあかん。よっ。よ。酔わへんだら飲む意味がない。仕事行ったら、飲まされんやろ。飲まされる。最悪や。うん、飲みたくないですって言うと、いかなかね。うん、飲みたくないですって言ったらあかんね。パワハラされんね。それもパワハラで訴えろ。クビなね。クビなの。うん、パワハラで。俺の席が飲めねえのかって言われ。録音しといて。うま。贅沢で。うん。もう贅沢食いたくなってきたやん。食べたいよ。ご飯あるやん。贅沢じゃない。いや別に。うん。一食で納豆3パックも食べてしまうな。あ、3日分を1日でやっちまった。3日3人分をもったいない。3
1日3人1パックやうん、嘘ちゃうやろ、子供も言ってるやろ嘘ちゃうやろ、一食納豆1パックしか食べられへんねん。よかった、 YouTube してありがとうございます。皆様の再生のおかげです、皆様の再生のおかげで美味しいお肉が食べられております。皆様の再生のおかげで1食で3パックも食べられます。1人1パック食べられる、ご飯もないのに納豆だけ食べられる。ああ贅沢だ、贅沢すぎる贅沢極めちゃったよ。この勢いでな、ランボルギーニ文字で買えるな、文字で今年中にランボルギーニ文字で買えるね。そうなん、うん、いや高いやつ、うん、30万、4人乗り、それ見とってネットで、かっこいいやつ、興味ないとで、興味ないわ、ダサい。なんかなんで、でも2人乗りだったらみんな乗られへんやん、なんかあのカクカクカクってもうかっこいい、うん、でもこっちそれも買うわ、それも買うわ、もう買うの、うわ贅沢すぎる、納豆ぐらい入れたけやん。なんで車だったあんな高いの、ね、高いないよ、いや高いやん、うん、安いやつは安いよ、なんで家って高いの、え家やからなんで安い作られへんやん、作られへんあれ、今引っ張られろ、モンスト鬼滅とコラボしてれろ、下に見た、下がったリセット、モンストコラボしてるで、うん、けえへんの、誰だよ、あの人も誰よ、モンスト昨日ライブで誰かが言うとってモンスト鬼滅コラボしてる、うん、してるよ、いや誰かってやってね、あっ、ネズコのネズコ運曲にできるらしい、えネズコ曲で、はい、ログインしやなあかんから、ねずこかわいいやん、ログインしたいねんけどさ、ログインすら当たるもん、あれまず起動ボタン押してない、ペーンペチペンペペペペンって待つやろ、でちょっと待ってアップで入ってたらまたなんかし閉じるって押して、なんかあのまたプレゼントボックスごと押して、あのなんか何回かなんか来てるからそれ押さなくなるんやん、ねずこくんの、くる、全員くれんの、くれる、えなんもうそうしようかな、したことない、ね、穴引っ張ったらできる、もうそれ分かれ、仕方分かれ、引っ張ったら穴キャラゲーていうかアプリゲームせえへんもん、アプリゲームもんないもん、うん、みんなスマホしか持ってないから、うん、パソコン持ってやつおらんもん、うん、アプリゲームの面白さ分かれへん、お前面白いとか何件じゃへんな、お前アプリゲーム面白いちゃん大好きってどうかな、そうなんですよヨトウがいらんこと言ってもらった、アプリゲーム楽しいです、 あの案件くださいそのうち案件いっぱい来る、来るかなということで今日のあっちゃんの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。美味しかったです、今日もやっぱり金色のやつ最高、美味しかったてかほうぼうさんとの焼き鳥も美味しかった、もうちょっとね取り合いでよかったな、すげえ勝てなかったよ、日本の技術やすごいな、したら全部知らんかって破ったっちゅうねいや読まへんもん。ということで今日のあっちゃんの晩ご飯、焼き鳥、ほうぼうのお刺身、ほうぼうのお味噌汁、その他美味しかったです、ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんの晩ご飯をね終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。この後動画ちょっと編集して、8時半ライブしましょうかね。で今日もね早終わって明日の大阪ロケに備えて早く寝たいと思います。明日からお弁当ないから1時間余計寝られるぞ。6時に起きたいから54321 54321 12時に寝たら6時間寝られる、イエーイということでこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。